明治安田生命 J1 リーグ第12節の試合が1日に各地開催されている。14時キックオフのカード都市は3試合が行われた。今シーズンの J リーグはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見中、今季未勝利で降格圏の19位に沈んでいたベルタ仙台は、3連勝中と、上り調子の柏レイソル、ホームで対戦。68分には、蜂塚浩二からの黒にダイビングヘッドで飛び込んだ、西村拓真、ゴールで、仙台が先制し、そのまま1-0で、待望の末初白星を挙げた。FC 東京対横浜 F マリノス戦、前半8分、右サイドを深い位置まで突破したエベルがゴール前へ、ラストパスを送り、フリー、オナイウアドウが、至近距離から押し込んで横、FM が先制。1点リードで折り返した後、52分にもエベルの突破からのクロスに、オナイウが合わせて追加点を奪う。さらに61分にも、同じコンビが3目を生み出す。エウベルのシュートが、GK ハタノに引かれたこぼれ球を、オナユが蹴り込ん、ハットトリックを達成。リーグ戦、直近3試合で6点と絶好調なオナユはこれで、今季8得点と、でチームメイトの、前田大じかりに並んだ。横浜 FM は、季2度目の3連勝を飾り、リーグ戦10試合連続無敗、している。2連勝中のアビスパ福岡はホームで浦和レッズ戦。前半8分にはロングボールをキッチした GK 西川周作がボールをこぼしてしまう。ブルーノ・メンデスが素早く反応して無人ゴールへ先制シュートを蹴り込んだ。福岡が1リードのまま終盤を迎え、86分には追加点。7-min からのクロスを受けた交代出場のジョン・マリがワントラップからボレーを放ち、西川手を引いたボールがネットに収まった。福岡3連勝を飾り、勝ち点でも浦和を上回っている。